モリブデンは原子番号42の元素。元素記号はもう、クロム族元素の一つ。名称は、輝き水塩鉱に由来するが、この名称はギリシャ語で鉛を意味する、メリブドーズに由来する。モリブデン鉱物である、輝き水塩鉱が塩鉱物である型塩鉱に似ていることから名付けられた。日本でのモリブデンという名称は、元はドイツ語のメリブデンで、これが日本語になっている。 銀白色の硬い金属。常温、常圧で安定な結晶構造は、耐震立方構造で、比重は10.28、融点は、摂氏2620度、沸点は、摂氏4650度。空気中では、酸化皮膜を作り内部が保護される。高温で、酸素やハロゲンと反応する。アンモニア水には可曜。熱の硫酸、硝酸、黄水にも溶ける。 原子化は2価から6価を取る。輝き水塩鉱に含まれる。資源としてはアメリカ合衆国で約30%、チリで約30%など、北南米で世界の過半を産出している。モリブデンは人体にとって必須元素で、尿酸の生成、増血作用、体内の銅の排泄などに関わる。微生物による窒素固定で働く酵素にも深く関わっており、 地球上の窒素固定量の70%以上はモリブデンが関与していることになる。また、植物にとっても必須元素であるため、モリブデン産のナトリウム塩やアンモニウム塩の形で、肥料として販売されている。モリブデンは、日本国内において、産業上重要性が高いものの近く存在度が低く供給構造が脆弱である。日本では、国内で消費する。 鉱物資源の多くを他国からの輸入で支えている実情から、一万一の国際情勢の急変に対する安全保障策として、国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。カール・ビルヘルム・シェーレが1778年に輝き水塩鉱を硝酸と反応させて分離した酸化物として発見し、水塩土と命名。 シェーレの友人ペーター・ヤコブ・イエルムが1781年に三酸化ブデンを石炭で還元することにより単体分離し現在の名称が付けられた。日米王からの提訴を受けて世界貿易機関が協定違反と断じたことにより2015年に生産をほぼ独占していた中華人民共和国はモリブデンとタングステンとレアースに付加している輸出税と 輸出数量制限を廃止した。モリブデンは、融点が高いことから、工業的に溶融凝固というプロセスで製造することが困難であるため、大きな素材を作ることが難しく、その場合、多くは、粉末や金的製法で製造される。また、加工性に乏しく、常温での圧延は事実上不可能。切削、研磨も、かなりの技術を必要とするため、 複雑な形状に加工することは困難である。粉末ではない金属モリブデンは、主に商品ゴットや板、洗剤の形で取引されるが、一般の入手は難しく、専門の販売業者に頼るとない。モリブデンは、人を含むすべての生物種で必須な微量元素である。人体には、体重1ラムあたり、約0 1ラム含まれていると見積もられており、骨、皮膚、 肝臓、腎臓に多く分布している。現在、植物と動物を合わせて、約20種類ほどの森部電ガン有酵素が知られている。その中で、最もよく知られている酵素は、ニトロゲナーゼである。これは、窒素固定における窒素をアンボニアに変換する、反応を触媒する。この酵素は、豆科植物の根に共生する、根粒菌の菌体内に含まれ、空気から取り入れられた、 分子上窒素をアンモニアに変換する。藻類も窒素固定にモリブデン酵素を利用している。また、藻類の窒素固定モリブデン酵素は、過剰内容を揮発性の硫化メチルに変換して排泄させる働きも有する。哺乳類においては、キサンチンオキシダーゼ、アルデヒドデヒドロゲナーゼ及びアリュー酸酸化酵素が知られている。キサンチンオキシダーゼは、尿酸合成に関わる。 この酵素の働きが強くなると痛風になる恐れがある。アルデヒドデヒドロゲナーゼはアルデヒドをカルボン酸に変換する。この酵素はアルコールの代謝に必須な酵素で代謝産物である酢酸は体内でエネルギー源の一つとして利用される。アル酸酸化酵素は毒性のあるアリウ酸イオンを毒性の低い硫酸イオンに変換する。2020年版の 日本人の食事摂取基準では、推定平均必要量、成人男性20から 25G、日、推奨量 30G、日、上限量 600G、日。推定平均必要量、成人女性 20G、日、推奨量 25G、日、上限量 500G、日である。森ンを多く含む食材は、牛や豚の肝臓であり、 植物では、豆類に多く含まれる。モリブデンが欠乏するとアリュー酸毒性が見られ、貧脈、貧呼吸、頭痛、悪心、嘔吐、昏睡の症状が見られたとの記録がある。過剰摂取による中毒は、モリブデノーシスといい、アメリカ合衆国コロラド州のモリブデンを多く含む、土地の草を食べた牛が中毒した例がある。症状は、体重の低下、食欲減退、 貧血、授乳不良、不妊、骨粗症症などである。2011年における国別の産出量は以下の通りである。ありがとうございます。